174cm98kg、国定市沼澤千秋。Ah!
白星か黒星かでね、だいぶ違うんだよ。こうね、こういうのは、ね、あれだけど、こんなことの前だけど、流れって大事だから、何事も流れって大事だから、自分に今自分に風が吹いてる、絶対そう。植木もね、初戦取って、チミドロで白星でね、好発進でいいんじゃないですか。決勝トーナメントね、勝ち上がって決勝チミドロで一等戦決勝戦の、ずっと言ってますけど、これもう夢じゃなくてですね、実現できますよ、期待しててください、負け玉だよ今日5試合あるの、ここのうちのたまたま一つたまたま負けただけ、ドラマティックに行くには某日本のクローラー矢沢永吉先生が言ってた、一つ目は散々な目にある、二つ目落とし前をつける、三つ目余裕、だから今日は散々な目にあったかもしれない。一個目の星野はあれなかったことですよ、だけど次は落とし前をつけて三試合余裕だよ。だからまだまだ今日1個負けたからってな、しょぼんってなわけねえから、楽しみだ。